まあ私、安倍晋三さんの件やったのはですね、まあ、5年前から、えー、行政機関ある行政機関の、えー、こと、まあ、旧統一教会ともですねかなり関わってますけれどもそのところをですね、えー、もう分かっちゃったんですね5年前に分かっちゃったんです、私は。 まあ、それの罰が当たり始めてるんじゃないかなと思うんですけど、山梨県警、い,いい加減にそろそろと思いますよ。で、皆さん、この動画をご視聴になら、ご覧になられている方、これでも気づかないですかやめま全力で小倉美咲さんの件をやりますって言ってた人が、やめるときに何にも言わないですよ、これ。ね、もう知らないですもう頭の片隅にもないはずです。 小倉美咲さんの件なんて頭の片隅にもないんですよ。ね、そして何が起きてるかというと、まもなく3年でしょ来年、来月で3年、千葉県成田市から道志村に来て、そして今はどっかの、えー、施設に行ってると思いますけども、ね、ご自宅に帰られないんです。そしてもし帰ることができたとしても、ほんの一部なわけです。 なぜそのようになったんですかなぜ死ななければならなかったのか小倉美咲さんがなぜ死ななければならなかったのかなぜ成田市に帰られないのかそして、えー、帰るときにはほとんど、えー、ほとんど見つからないのかすべて関わってるんです。誰が関わってるんですか我々が関わってるんですよ。で我々が反省しない限り、えー、ずっと続いていくわけね。で、これ、このニュースを見て、 ほとんどの人ねあの、小倉美咲さんの件なんて頭から離れてるんでしょ小倉美咲さんの件を全力でやりますって言ってた張本人が辞めるってことですよ。その小倉美咲さんの件に関して何も何も責任を取らずして辞めるってことですよで。山梨県警、いい加減自分たちでジャッジメントしましょうよ。えー、即席の取扱規則の何らかのやつが。 えー、回ってこないんだったらそれはそれで内部告発なり何なりした方がいいと思いますよ。本当に全体の奉仕者として公務上ね知り得た情報、えー、ねいろいろあるはずなのに国民の知る権利に関して完全に損害してますよね。自分たちは都合のいい時だけ情報流すんでしょこれ富山県警だって一緒だよ今の2歳の2歳の男の子の件に関して富山県警だって一緒よ。ね ペラ,ペラ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 言っちゃってる人たちの,その責任あの,の感じなさ、軽んじてること自体が本当に国民はえ強い目で見ていかないといけないですよ。これ安倍さんの件なんて私からしてみれば5年数年前に安倍さんのですね件取り上げてますけど動画の中ででもえ取り上げてますけど明らかに司法が腐ってるっていうところを取り上げてるんですけども まあそれの罰当たったんじゃないかなっていうね、旧統一協会の時からつながっていくわけです。それも私分かっちゃってますから、5年前からね。だから、そういうやつの罰が当たってると思うんだけど、この中村長官もですね、罰が当たってくんじゃないかなと思いますが、本人がそれが罰だというふうに認識するかどうか別としてね、別として。 私がそういうふうに思ってるわけ。ああ、バチ当たってんねっていうふうに思ってるわけ。そして、同時に、この長官がお辞めになって、全力でやりますって言って、一番権力のある人がや辞めるわけでしょ。とこは、全力でやらないってことです。皆さん、いい加減気づいた方がいいですよ。小倉美咲さんの件は、全力でやりませんということを宣言したようなものです。この辞めるときにか、えー、当たってもですね、たった3ヶ月ぐらい前に言っていた言葉に、 言葉の重みっていうのを簡単にねポインってや,るやれるような人なんですよそもそもがねだから皆さん気づいた方がいいと思いますよだから小倉美咲さんの件なんて永久に、えー、未解決事件、えー、これになっていくんじゃないでだから山梨県警が反旗を広がさなかり私はですねこのまま行くんじゃないかと思いますけど、ね、だから山梨県警の両親にかけてはいますけれどもねだから本部長山梨県警の本部長ぐらいが 変わらないと変わらないかもしれませんけどもいろんな情報あるわけでしょそもそもがねでそれ一切我々の税金でお仕事してる人たちが一切伏せるわけ散々情報くれくれ言ってこれね特徴なんですよ私5年前からや、えー、いろんなケースでやってますけど全ての人のその罰当たる人の特徴情報をくれくれ言うんですよ情報を出さない上にくれくれ言うの くれくれこれも、違うチャンネルでもかなり <laughs> 扱ってますけど、こういう人たちの特徴ね。えー、工学歴ほど、えー、特に、えー、東京大学とか京都大学出てる人たち、もう完全にこれです。もしくは国立系の大学とか出てる人たちね。えー、完全に情報をくれくれ言うの。 情報をほとんど持ってない人にくれ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 情報を、インフォメーションをくれくれ言ってて、そして自分がマウント取っている強い立場にいる状態から情報を出さないの、その弱い立場の人に。わかりますかこれ特徴なんです。だから山梨県警も同じことをしてるわけね。小倉美咲さんの件に関して情報ください。くださいください言ってて、実際にやった人、5月に私のところに フェイスブックにも載っけたと、えー、新聞社にもで、えー、情報をやりました、小倉美咲さんの情報ホームページにもやりました、大月警察署にも何回も3回ぐらい電話しました。言ってる情報をくれくれ言うから、必死になって情報を集めて、自分が思った情報をやってるわけね。それに関して、ガン無視ですよ、全員。私以外。私私は一応私なりに まあえー、あの写真を、ね、送ってくれたんで、それスケール感違いますよということで、私の,、ねえー私のえー、思いも間違ってるかもしれない、その見立ても、ね、間違ってるかもしれない。だから、Google に問い合わせでいろいろ聞かないとわからないから、間違ってるかもしれないんですけど、ね、私は情報をくれっつってないわけ。情報を発信してたら、必然的に情報が集まってきただけなんですよ。だから、それが健全な形だと思うんですよね。山梨県警も情報を発信することに によってこれ発信するってことは責任とますすから発信することによって自然に情報が集まってくるのがえ普通なんですけどそういう人たちの特徴ねそういう人の心を踏み簡単に踏みにじれるような人たちの心はい特徴っていうのは情報をくれくれこれは人の心を踏みにじるってこういうことよ3年経っても千葉県成田市に小倉美咲さんが帰れないというねそれに対してどれだけの人が悲しんでるか 本当に考えてるんでしょうかこの中村いたる長官。ねお辞めになる。ねなんか言いなさいよ。小倉美咲さんの件に関してなんか言いなさいよって私は思います。はい、以上です。